この絵付け体験は児童たちに地元の伝統産業に親しんでもらおうと7年前から有田観光協会が取り組んでいるものです。今日は有田小学校の6年生13人が参加しました。児童たちは上絵付けの赤絵師松尾義之さんの指導のもと、国語の授業で描いた短歌をベースにイメージした絵を有田焼の風鈴に5色の上絵の具で思い思いに描きました。想像するのと描くのではちょっと違うので難しかったです。ホタルの光ってるところと草に止まっているところをイメージして描きました。思ったより上手くできてよかったです。児童が絵付けした風鈴は今日松尾さんの窯で焼かれ、町内の有田館で開かれている有田風鈴展で今週末頃から楽しむことができます。